優勝しました山本隆之選手登場ですどうぞ拍手でお迎えいただきたいと思います優勝は兵庫の山本隆之選手ですまずはおめでとうございますあ,ありがとうございます優勝戦終えて今の感想いかがでしょうかいや良かったですはいちょっと進入から決して楽な展開ではなかったとこそ,そうですまあ良かったですはい、はいえー、その優勝戦ちょっと進入ですけれども若干深くなりましたかね そうですねちょっと演奏してしまってちょっと焦ったんですけど、はい、でも昨日の順位調戦もある程度深い進入は経験してということでそうですね、まあ、はい、はいえー、そのスタートですけれどもだいぶ状態起こし気味にという感じでちょっとよく分からなかった、ね、はでよくしながら行ったんですけど、はいまあ、しっかり入っているという自信がちなみにコンマ09のトップスタートでしたあよかったです まあ外もそんなに来ていなかったということで伸びられる感じも一幕まではなかったですかね。そうですね。はい、スタートいけたもん大丈夫でした。はい。はい、ただ一幕結構二号程と三号でいい角度で刺していましたけれどもいかがでしたか。まああの足が良かったんで大丈夫かなと思ってはい。やはりそのあたり勝因というのはその仕上がりの良さという感じでしたかね。そうですね。はい。はい。えー、今節は移節間振り返ってまあ途中からご連勝もありました。いかがでしたか。あもう良かったです。はい。 えー、これで前節の宮島に続いて2節連続の優勝しかも逃げてということで、はい、近況リズムがいいですね。ちなみにその宮島でしたけれども宮島も得点にストップではいでも、宮島準優勝戦がちょっと強風で中止になっちゃったんですよね。そうですねはい、はい、ということで今回はしっかり準優勝戦走ってということでいかがですかいいやよかったですはいはい えー、そして徳山は今回初優勝なんですけれども、結構走る機会多くて、これまでも優勝戦何回も乗ってますもんね。そうですね。あの、呼んでいただいて、はい。はい、ええー、前回も前々回も好成績出したけれども、優勝戦一号艇までは届かずということで、この徳山の水面いかがですか。いや、あの、いつもいい成績で走らせてもらってるんで、あの、しっかり得点トップ取れてよかったです。はい。えー、今季レースを終えまして、また来季始まりますけれども、いかがでしょうか。まあ、あの、いそいそ頑張ります。はい。はい では最後集まっていただきましたファンの皆様にメッセージをお願いしますえこれからも頑張りますので応援お願いしますありがとうございました優勝しました山本孝之選手にお話を伺いましたそれではこれより優勝選手の表彰を行いますただ今から日刊スポーツ杯争奪戦優勝選手の表彰を行います優勝しました山本孝之選手に賞状優勝トロフィー並びに副賞が日刊スポーツ新聞西部本社代表早川春道様より受賞されますお願いいたします 賞状優勝、山本孝幸殿、記念はボートレース徳山、日韓スポーツ杯争奪戦において、当初の成績を収めたので、ここにその栄誉をたたえ、表彰いたします、平成29年4月27日、日韓スポーツチーム西武本社、代表、早川春道、おめでとうございます続いて優勝トロフィーが贈られますそして最後にに賞が山本選手に贈られます。 以上をもちまして終了とさせていただきます。早川様ありがとうございました。では最後に山本選手優勝トルフィーをお持ちいただきまして写真撮影お願いしたいと思います。えー、山本選手ぜひステージ前の方にお立ちいただければと思います。えー、今回日刊スポーツ杯ということで、えー、この日刊スポーツの木の前で写真撮影ということになります。どうぞご希望のファンの皆様ステージ近くにお集まりいただきたいと思います。 えー、これで宮島からの2節連続優勝となりました山本孝之選手通算では今回36回目徳山初優勝となりました全ひ今後の活躍にもご期待いただきたいと思います以上申しまして表彰を終了とさせていただきたいと思います最後に山本選手この後は G1、G2 の圧っもあります、えー、徳山の皆様場外でも応援していると思いますのでもう一言お願いしまますす、えー、これからも頑張りひと言お願いします。 ありがとうございました優勝しました山本孝之選手にお話を伺いましたそれでは山本選手退場ですどうぞ拍手でお送りいただきたいと思います5日 <laughs> 間に渡りましての日韓スポーツ杯争奪戦兵庫の山本孝之選手の優勝で幕を閉じましたファンの皆様ごせん誠にありがとうございました